まずはですね私が作りたい世界というのがあります。それはゴミがゼロのの世界というものになりますでこう言うとですね皆さんそんなの無理やろうというふうに思うかもしれないんですけどもゴミと言ってもみんながもう使わないと思った時点でゴミになってしまう。 だけど実際にはその中には有用なものいろんなものが入っていますですからその使い残しであるとか日々の生活から出る、ね、生活ごみそれから排水も含めてそういうものには実はいろんないいものが入っていますそこにちゃんと注目してそれをしっかりとファインケミカルズ、まあ、これはあの医薬品素材とか、ね、そういう化粧品素材とかそういうものそれからもう一つファイトケミカルズというのがありましてこれは健康にいいような栄養成分 それから健康食品などねそういうものが取り出せるただやみくもりであるんではなくてあるで決まった処理適切な処理というのがありますそれがあのここにありますが簡単にそれから素早く無駄なく安く安全にというまあもちろんもっとあるんだけどそういうことに注意した処理というのが必要になりますでそこで皆さんにですねちょっと考えていただきたいとでここのゴミとなるものねそういうものを有用なあるいは優価なものに変えると いうときに、まあこれらのね、五つ今五つ挙げたんですけど、まあこれがまあ思いつく人っていうのは、僕としては工学部に向いてるかなと思います。で、それ以外にもね、あの皆さんあの発想力豊かであれば、もっと面白い観点で、あのこういうことに注目してものづくりした方がいいんじゃないかということがあの思いつくかと思います。で、そのようなあのどうしたらいいものができるか、いいような作り方ができるかというのを考える人はぜひ工学部というものをいろいろと調べていただきたいと。 でまたもう一つです、ね、私があの専門としているのは科学工学といいますでこの言葉あの科学工学あんまり馴染みないと思うんですけどもこの科学工学というのは非常に熱くてあのこのプロセスをする上で科学の要素ももちろんですけどプロセス装置を作るというところそれからまたお金ね経済性コストが、ね、あんまりかかりすぎてはいかんのよとそういうところも考慮した学問になっています。 ですからこういうことを考えてこの科学工学というものをぜひですね検索を一度していただいてあ面白いなと思ったらいろいろともっと深く調べていただきたいと。でもしこの科学工学をねあの極めますとあのものづくりのプロデューサーというような立ち位置になります。有機合成であるとか分離の専門家 いろんな専門家いますけれどもそういう人がどのような人を集めたらものづくりのプロセスができるかというものをコーディネートするというような役割も持ってますのでぜひこのような研究に興味がある方はぜひ来ていただきたいと思います。